さ、新宿のさ、あれどこだっけな、なんだろう、あの店、あの店じゃない、あのビル、あのニコンの入ってるとこあるじゃん、うん、あれに行くちょっとした裏道があるんだけどさ、ここだけなのだけど、まあ、こっちにあるのは、これ2000円くらいなんだから2500円から600円くらいだけど、もう4になるぐらいと入ったりで、でもね、似たような店が2軒ちょっと離れてあるんだけど、奥側、今日はあのビル、奥側の店の方が厚い、麺もね、両方とも平打ち麺なんで、これ、あれは同じような感じかなと思ったけど、全然違う。うん、ちょっと高いよね。丸いよ。うん。こっからが勝負。Thank you.
普通に説明してるガイドか。いやだってすごく今年多いんですよね。超くだらない。オリンピックのためにだ。くだらないすぎる。一番東京のくだらないことをやった。タイミングが悪いんだけど、設備すごい、ね。アナログしかなくて、動線も使いにくいし。正直言ってそこまでのこと止めて、みんなやってるのか。どうかな